こんにちは今日は Amazon で月何個売れるか、それについてね、会員さんのご報告があったんで紹介したいと思います。この会員さん、月1000個売れている商品が2種類あります。1個9ドルで販売して、利益40%、3ドル60セントの利益。大、ま、体、あ、いいこんな感じですね。でこれ、3ドル60セント。 アメリカアマゾンなら US ドルですね。1個あたり530円。で、それが1000個なんでね、えー、この1商品だけで53万円、月々利益が出てると。まあ2商品だけ、2種類あるんでね、2商品だけで利益100万円、106万円以上というのがね、この会員さんの、まあ、実績です。まあ、これはね、アメリカアマゾンでカタログを作って販売している例です。オーストラーアマゾンでも同じことは可能です。 まあカタログ使わなくてもね、まあ、月100個売れる商品見つけましたと。で、同じ利益率だったとすると、まあ、それだけで5万3000、2種類で10万以上儲かるという形になりますし、まあ、1個ね、えー、1000円儲かる商品だったら、えー、倍ですね、それだけで2商品だけで、えー、利益20万になります。まあ、これ見てね、えー、アメリカマゾン4万7000ドル、1ヶ月の売上、まあ、どんな商品をね、販売してるんでしょうかというようなね、 え、質問があって、まあ、何種類後の商品出してるんでしょうかという質問もあったんですけど、まあその商品を特定したりね、えー、することはできないんですけど、まあ、逆にどういう商品目でどれぐらいの利益が出てるか、まあね、このちょうどいいやりとりがあったんで、こちらをご紹介させていただきました。まあカタログを作る手間をかけた時の爆発力がこれぐらいになるしね、 まあここまでカタログできちゃえばよっぽどのことがなければこの売り上げ、利益は安定するとで。これ平常付きですからね、えー、ホリディーシーズンにはこれ3倍以上になります。まあ、やっぱそれだけの、ねえー、売れるマーケットがアマゾンのマーケットですし、まあ、早いうちにね、この会社はアメリカに参入して今現在まあこういう強いカタログ作れるようになってるんですけど、オーストラリアだったらね、まだまだカタログ作って育ててということをやってる人は少ないですからもっとチャンスはありますし、 まあ、カタログ作らずとも、転売でもね、えー、これに近い利益を上げている会社もいますんで、まあ、どんどん質問して、売り上げ、利益とも伸ばしていってください。売り上げご報告、ご質問、お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。